はい、APアイテムのバフを信じてジグスやっていきたいと思います。皆さん、納豆には何をかける派ですか？私はからし明太子、からしは、でもからしはアンチ派です。からしアンチ、動画もアンチです。なんでお裾分けするの？なんかお裾分けしてきたな今。うわ、からし勢の分まで俺が戦おうと思って。かわいそう、かわいそう、フラッシュ切ったの。でもちゃんとフラッシュ先に置いてたから俺えらい。もちろんワード落ちてる、もらうね、ありがとうね、甘党だからね。ワードあるよ、ありがとう、優しい。レックス君はすぐ取るのに。本当。俺も取ろう。じゃあレックス君のせいにして取るわ。レックス君取ってたからって言って取る。あげてくださいね、 ADC にね。やだ、ああ許された。え、でも納豆にマヨネーズは俺かけれる気がする。なんか納豆パン、食パンに納豆挟むのをお兄ちゃんがやってて、ああそれにねマヨネーズかけて、マヨネーズチンしてた、ね、あれは美味しい。チーズも合う。それそうそうそう、意外と合うんよな。で、あとさ、俺カレーに納豆もね、あんまね、あんま信じてない。カレーに納豆入れるやつ。いやー、まあたまに食いたいぐらい。なんかあれもなんか結構邪魔。邪魔か？うん。まあなんかでもカレーはもっと相性いいね、いっぱいあるからな。そうだよな。っていうのはもう。あと、うん、そうそう、カレーはね、ぬるくなる、その部分だけ。わざわざ行く必要ない。カレーの部分が。温度。温度の問題やね。まあ大事では、温度は。ぬるくなんねんな。温度は欲しい。はい、幸せ、幸せのお裾分け。ウルトと、バーン。一旦稼ぐか。ファーストサイクル39円獲得です。耳を1匹分です。はい、フラッシュ先、うん、あいつ死んだよ、うん、俺のキル、はい、俺のキル、飛んできました。あ、くそ、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱジグスじゃね。食べていいよ、食べて。ジグスか、結局。うん、結局ジグスだわ。納豆の話しながらキル取れるもん、ジグスなら。そうそうそう、皆さん納豆の話ができます、試合中に。いいキャラだ。だんだん冷めるのはいいけど、そう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 、最初の一口ぬるいのなえるんよな。わかるわ、めっちゃわかるそれ。なんかバフされた API って、なんかまたボム飛んで、ね、じゃあま、ルーデンエコーを、ルーデン何行こうかな。ルーデンホライゾンフォーカスインフィニティオブデスキャップリフトメーカーって行こう。ルーデンいらんかった説あるな。もうさすがにいるんじゃね、キルヘイストのために。あ、でも別にあるか。マナはマナどうなんや。でも前パッチの中国サーバーのジグス OTP の人、ルーデン捨ててて、最後に。マジ？うん。なんかアモも来てた。ちなみにサーバーランキング3位ぐらい。マジ？でもジグス、俺ジグス OTP みたいなとこあり。うん。ジグス最強ってこと。はい、帰らせません。あー、グロい。すんごいダメージ。オーブ2手目の方がいいかな。あー、まあ実感したいならはある、うん、ホライゾン正直よくわかんないんだよね。なんか視界取れるぐらいでしょ、うん、
ホライズンはちょっと疑ってる。別にいらんくねえ感は。もう何ポリモフ入れとんねん、トラ。ソウルがや。殺すぞ、おめえ。シェイク。ヘイト高すぎる。やばすぎ。お、トマトあんじゃん。あ、マトか。青3つでやらせてもらってます。青3つ。オーブ、いらないあれ、ホライゾンフォーカス。待って、メテオエンチャント詰まされた。最悪だ。よかったじゃん、火力いっぱい出せるね。うぜぇ。おめでとう。あー、死ぬ。ドーン。なんか、すごい急に来た。おぉ。いっぱいダメージ出た。けど、中心ないから、前と違うね。そうなんだよね。あんなピア、固まってるとこに当たったね。これで別に発動するやろ。水曜ジグス。よく打ったな、お前。お前のことは俺は忘れねえ。あ、いいね、ちゃんとゼロ言ってくれるやん、優しい。やさゼロ助かるー。あー、いいダメージ出るー。あー気持ちいい。あー気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。おかしくなっちゃう。きっしょ。ジグスなんてやったらおかしくなっちゃうよ。壊れるー。壊れるよ、プリュー。おかしくなっちゃう。プリュリュリュー。あー。おかしくなりゅー。いい、タワー破壊。タワー、タワー。確かにメジャーいけるな、これ。確かに。メジャーチャンス。メジャーチャンスしとく。メジャー行く暇なくね。いや、そうなんよな。アイテム的にメジャー行く暇なくね。俺は、やっぱルーデン売るしかないか、これ。売るか。ルーデンなんてなかった。やばい、ガチすぎ、ガチすぎ。俺、サポートです。こんにちは。こっちやん。オーブいい。間違えた。ぐちゃぐちゃだ。いいな、いいな、いいな。なんか味方やばそう。メテオ降ってくるの遅い。メテオで。あ、サソリあるやん。サソリ取ろうぜ。なんでみんなサソリ取らない。怒るよ、もうそろそろ打ち切れ。サソリ座の女ってことだね。サソリ取りなさいよ。いいね、もう3つ取ったよ、タワー。3つ取った職人。3つ取ったよ。タワー掘り職人の。掘り職人です、どうも皆さんこんにちは。日常 Vlog 次のタワーを探します、うん。メテオエンチャントのダメージ結構渋くね。俺初めてメテオ積んだけど。いや、意外と出る割合だから。じゃあ、僕からやな、もう。青が湧きますよーと。ちょっと肩。カチなの。うわぁ、うぅ、どこ行く。あのね、いいじゃん。おぉ乗るね。はいはいはい、降ってこい。この鋼あるね。ドーン、降ってこい。うぅ、うわぁ、全部回収できそう。かっこいい。いた、いてて、かっこいい。ヒルパクがよ。置いてあげたの。ヒルパクゼロがよ。シグスやると性格変わるかも。シグスで気性荒いタイプ。珍しい。やっぱジグスやるときが一番人間の本性が出るっていうからね。
最悪じゃねえかじゃあ。What more? カスじゃん。What more? メジャー行きてえな。崩壊してるよ。欲しい。メジャー行ったら。あ、気持ちいい。あ、もうギブスのファーストストライク発動してるときが一番手を実感するよ。おし飛んでたわ、やべ、やばくない？うますぎ、逃げ方。うまっ。今人生で一番うまいダブル打ったわ。最強だね。人生で一番うまかった今の。うまっ、となんか見てなかった、見てなかった。浸ってる場合じゃない。普通に何も見てなかった俺今。さっきの思い直し思い返してたっけ、すごかったなと思ってあれ。すごかったけど、あれ何で戻ってきた、だからワイリフにもサブルーンとかいうの概念がもっとしっかりあったらアルティメットハンターっていう部分持ってきてよな、ジグスやるんだったらアルティメットハンターとか。アルティメットハンター、ウルト短くなるやつ。そうそうそう、ウルト短くなるアイテムってないよな他に。ウルトは短くできんね、ウルト以外とかはあるよ、ウルト以外だね全部思考も。これ早くしたいね。見ると早すぎるからな、でもこのゲーム。確かに。爆速ではこれ以上早くして。どうなるって。よくないな。ノーチがだって会うたびに。目合うたびに。ノーチとかレオだって。目合うたびに見ると。眠れなかった。ソウルスディアだけ全部じゃなかったっけ。こいつら心の鋼の音だけ鳴らして逃げてくるために来ない。何だ。あー気持ちいい。このラインでのポークが一番気持ちいいな。ここでみんなで頑張れ頑張れ頑張れ、はい頑張れ、はいはい帰ってこいアムム、はいアムム帰っておいで。かわいそう。あやべやべ、なんかいっぱいいなくなってるわ、いつの間にか。意外と硬かった。あ、いいですか、あざーす。はい、いよいよ4本目。パワー職人すぎる。やば、バリア、何今の。トラリープロテクターボー。意外と強いランキング1位のアイテム。プロテクターボー。ブラウモで積んだのしか見たことない。覚醒したソウルスティーラー。あ、本当だ。スキルの残りクールダウンが。本当だね。で、アルティメントじゃあ先打ちしない方がいいな。オーバー入ったし。オーバー入ってるし。俺に勝てると思うて？思うてか？ムカつくな。あいつウルト打ったろ。さっきウルト打たない方がいいって言ったけど。ムカつくムカつく。何かを指してしまった。リブスのさ、リフトメーカー入ったらさ、全回復できたりしないんかな、ウルト打ったら。うん、HP ミリでウルト打ったら。ためて。わからん、絶妙。でも。絶妙だな。全回復はしなそう。さすがに。うん。ジャングル誰だっけ？ノチか。ショバロンしない。どうしたアモちゃん。あ、終わっちゃう。やだ、まだアイテム積みたい。やだ、帰ろ。休養思い出しました。帰る。
だダメだ、ノーチが許してくれない。ダメ、怒られた、煽られた、俺バカだと思われちゃった。やめようとしたら、どうせ終わらなくね、俺あるし。俺のね、判断は正しいんだよ。いや、ゼロが殴ってたら終わった。でもゼロは殴んない。終わってた、俺いたら。まあ、いや、多分ゼロが殴ってるだけで終わってる、まあ、一発も殴んなかったから。意外と終わるんだよね、このシールド。硬いと思われがちだけど。2万2000回復するには2万のダメージが必要。ワンチャンあるやろ。1人4000ねえわ。ファーストストライク稼ぎてえな。ドゥンラバ入るぞ。スケ入ってないからまだ。ドゥンラバ入る、ドゥンラバ入る。ドゥンラバ入る。おー、インファ、インファ、インファソール、インファソール。インファソール、インファソール。ちょ、ウルト、ウルト、ウルト、一旦ウルト、ウルト。一旦ウルト、ウルト。ゴーストインちゃんと、ゴーストインちゃんと。スローかけて。ゴーストインちゃんと、ヘイ、ドーン。はい。ドーン。グロ。これでね、デスキャップ買って。今、デスキャなしだからな。なしですからね。で、リフトメーカー行って、と。このソウルあっち一番気持ちいいや。疑似ワンパンや。俺と落ちに行くや。シャットダウン。いい感じに。待ってやばい。はい。なんか途中で出てきたやつさ、8割ぐらいなくならんかった HP。 エコーがぶっ飛んだ。エコーか、ぶっ飛んだの。エコーがぶっ飛んだ。うひょー、46000ダメージ。なんかドリスがって射程長くて困ってるんですけどって言う人いると思うんですけど、届きません、自分には。やってみてください。ね、バフされたね、このアイテム。まあ、ホライズンフォーカスだけいるかどうかわからんけど、仮面でもいいかもしれんけど、ありかなと。やっぱバフされたんで AP キャラ使っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。